おとりになるなら、いっそのことこの手で陛下の前です。口を慎んでください。逃げろしっかりしろロうな企みはいつか明かされ、罪は裁かれます。それをお忘れなく、二度と後悔はしません。私は何を言われようが構いませんが、今のは聞き捨てなりません。はっふんよーっとお誕生日おめでとうございます。ふふ、覚えていないと思いましたか 忘れるわけがないじゃないですか。今日は、私の誕生日でしたか。もうじゃが誕生日を祝っていいのかわかりませんが、祝ってくださって、本当にありがとうございます。あなたの誕生日にも、必ずお祝いをしましょう。くっ、逃げろ、ロナ、エルドンお戻りの時間です。それでは。 私はここで、帰りも私がご案内します。お役に立てれば幸いです。メリークリスマスハッピーニューイヤー明けましておめでとうございます。グランドチェイス、お待ちしておりました。今日もお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。お目覚めですか頭がすっきりする、菊のお茶でも入れましょうか今日の昼食は何にしましょうかはい。業務はここまでです。 これ以上は健康に悪いですから、死因残者剣の霊気が一層強くなりました。ハルペノイア。あなたに忠誠を尽くす者の,の名です。<laughs> うむ。はぁ、あ <laughs> うん。うっはぁ。はぁ、あ。<laughs> え<へ>ありがとうございます。あの、これでいいですか似合いますか鏡を見てもよろしいでしょうか種はすでに巻かれました。この剣の鳴き声が聞こえませんか 生と死を超越して今ここにいる。<laughs> 油断しないでください。最悪の前触れを感じました。急ぎましょう。あなたの命令に従います。日暮れと共に古い最悪も闇に沈み、日の出と共に新たな服が舞い込みますように、あなたのためのお祈りです。ハルペノイア、あなたのご期待に応えられるよう頑張ります。情報組織の一員としてのノウハウですか そうですね。あの頃の記憶は曖昧ですので。私がハルペノイアである以上、義務から解放されることはありません。申し訳ないのですが、この記憶は預けたくありません。これは私のものです。不完全な記憶ですが、これだけでも十分です。過去に囚われていないとは言い切れないでしょう。今を充実させるとお約束します。 この約束だけでは足りないでしょうか。ロナン様、もうこれ以上、後悔したくありません。ハルペノイア、精神誠意、あなたに尽くすことを誓います。待つのは慣れています。でも、あまり長く待たせないでくださいね。生前の記憶は荷物だ。未練に過ぎない、ですか。確かにその通りかもしれません。でも、いつ、 またお会いできるでしょう。またあなたの足を引っ張りたくありません。言ってください。どうか、なるべくここにはいらっしゃらぬよう。覚えていなくて、面目ありません。ヒレンゲ、逃がしません。マイチレ、私が相手をしましょう。遠方の子を、すでに私の範囲の中です。逃れられません。届かないと思いましたかもう少しだけ頑張ってください。冷たくて甘いパフェが待っています。朝に弱いですね。 さあ、目をしっかりと開いてください。国を治めることも大事ですが、まずはご自身の体のことを気にかけてください。見よう見真似で学んだ浅い知識です。心配いりません。あなたの背中は私が守ります。あなたのために剣を振るうことができて光栄です。彼らの視線ですか大丈夫です。全く気になりません。今のは聞かなかったことにします。無駄です。 判断はあの方がしますので、くれぐれも言動にはご注意ください。今は思い出として残しておけます。でも、いつかは、記憶、記憶が、私は一体何を、<laughs> 一体、何をどうすればいいのか。あなたは、誰ですかもしかして私のことを知っているのでしょうかそこまでです。これ以上私を混乱させないでください。手遅れです。 あなたは機会を逃しました。よく覚えていませんが、生前の私ならきっとこうしたはずです。私はあなたの罪を問うだけ、返事はあの方にしてください。余計な真似は、しない方がいいです。いつかはここも、青く締める日が来るかもしれません。ロナン様が語る冒険談を、楽しみにしております。乾いた風だけではありません。目を閉じて、 荒野の風情を感じてみてください。明快で生身の人間と手紙のやり取りをしても良いのでしょうか。なんだか罪悪感が。ロナン様、もう過去には囚われないでください。私はあなたの未来のために、あの時間に留まっているのです。二人とも、私にとって大切な存在です。どちらかを選ぶなんて、そんなことできません。 危うく遅れてしまうところでした。人が生きるところは冥界でも、物質界でも全部同じですね。ハロスたちも、まあ。私が先頭に立ちます。私から離れないでください。痕跡を辿っていきましょう。追跡は久しぶりですね。私を、私のことをご存知なのでしょうかそんな、冥界のハロスがそんな世俗的な考え方を持っているのでしょうか現世で私を待っていた。 全く知りませんでした。私が何か失礼なことでも私がですか記憶がないからと作り話で私を担いでいるんじゃ、本当にこの世界にあなたの居場所はありません